こんにちは、ドラゴンアローのブジセクソ。どうも皆さん、ドラゴンアローです。ぜひチャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ということで、本日もイフトブル2024ボブル、負け主、ディビジョン・ワルムチ、やっていきたいと思います。はい、ということで、前回の試合、ネイマール型で臨みまして、なんと、ガンバ大阪と対戦と、もう本当にびっくりしたね。もうディビジョン2の、しかも順位同じくらいなのに、ガンバ大阪完全スカットと対戦して、もう最初正直舐めていたんですけども、手に汗握る大熱戦。もうね、確実にディビジョン1への道史上トップ5ぐらいに入る大熱戦となりました。2試合連続神回だったんですけども、レーティング見ていただけたらわかる通り、1711試合数、あれ ?140? あれ ?109? 敗戦136? お前、何があったんだというふうに思いましたよね。はい。皆さんその通りでございます。はい。自分も信じられません。レーティング1750超えて、また2回目の沼りを経験しました。びっくりしたね。俺もこんな沼ると思わなかった。ただ今回の理由は一つですね。もうね、俺寝ないでやっちゃったんだよね。そう、前回のレーティングね、1740とかだったと思うんだけど、そっから1750、もういけると。もうディビジョンはいけるなと思って、そのままずっと夕方からやっちゃって、沼っちゃった。もう早くディビジョンは行きたいと思ってね、沼っちゃって。ただ、道筋見えましたというのも、フォーメーション、変えました。はい。ついにね、結構勝ちのペース見つけたなということで、ディビジョン1の道、もうこの5試合で行けなかったら、俺コンフェンス諦めますわ。はい。もう絶対に5連勝するから、ぜひ。こっからの5つの動画になるのかな?ぜひ見ていてください。最後のご視聴よろしくお願いします。では試合に、レッツゴー!では試合マッチングできましたので、選手のコンディションの方を見ていきたいと思います。4-2-1-3ですね。新フォーメーションは4-2-1-3となっております。そして新加入、ペドリが絶好調と素晴らしい。パウトレスの絶好調か。じゃあパウトレス入れて、じゃあ、フォーデンの位置にペドリ入れていきましょうか。やっぱ攻撃詰まった時にフォーデンの位置、まあ今回はペドリ入れていきたいと思うんですけども、ここの位置にね、パス逃がせるってとこですかね。では、大橋さんスカートの方を見ていきたいと思います。大橋さんスカートは、いや、いるよな、そうだね。いや、まあ強すぎるだろ、これ。ちょっとね、3167、えぐいな。めちゃめちゃ強いですけども、てかブリッツ復活したね。では、チンバー3167対戦よろしくお願いします。リアプールということで、まずは守備から入っていきましょう。オッケー、ここ、オッケー、いいよ。もし、めっちゃいいじゃん。惜しいな。今みたいなところで、ね、パスカットできるといいんですけども、結構ね、前線にね、人数6人いるんで、結構やれたい。あー、マジか。ここ、ムワッペファールになっちゃうかもな。これどうだろう。オッケー、ファームルン、オッケー、ここサリブに触らしといて、じゃあ、ブライムのコース制限はしとく。ブライムコース制限はしといて、詰めれてんじゃない？いいよ、結構いた。来たサラーということで、今の守備めっちゃうまかったでしょ、俺。今の守備はうまかったよね。いや、今のはちょっと自分でも、いや、来たと思いましたね。ということで、素晴らしいはめ方できました。いや、よかった、今の。いや、ここ、アーノルド浮いてんのか、マジか。ちょっとね、この、うおー、クロス怒んなこと、大きそうし、じゃあ、こっからコスタクルタサイドに逆台出して、またちょっとせ。あ、インパクトになっちゃったけど、いや、やらかした。インパクトになっちゃったね、今ね。いや、でもさっきのクロス上げないんよ、普通に。え、そう、やめて、そんなの言うて、びっくりした。何それ。いや、もう今の決まるんだったら、もうやめてよ、本当に。いやもうブリッツさあ、まあ羨ましいなオッケー、サラーここまで戻ってくれんの熱すぎるってお前。いやマジか、待って、あるぞ。で、サラーも上がってきてるもんね。オッケー、じゃあこっから、ムワッペ浮いてるっしょ。パス交換。いやオッケー、ブライムから、ムライムが浮いてる。ムワッペ来た。ムワッペここから中入れて、サラーから、いやちょっとね、ペドリその位置。いやーちょっとペドリその位置は。ポジショニング悪いんじゃねえのかって思っちゃったね、今な。いや、オッケー、サラももう一回、サラじゃない、サラをもう一回奪っていけろ。うわ、さすがにきついか。無理か。なあ、無理だ。無理だ。これはこのまま、うん、そうだよな。クリアされちゃうな。はい、ということで、かなり攻めてはいたんですけども、いや、ちょっとさっきのペドリには調子かったな。結構、大橋さんもね、シュートやばかったら、あれもう本当に枠外にはなるんですけども、ポストあったから。いやー、やっぱ、欲しいな、ブリッツな。あんなサンが。活躍するんだったら俺も損入れちゃうよということで損入れていきましょう。では後半頑張っていきたいと思います。ちょっと待って、サラは結構スタミナなかったね。全然見てなかったわ。サラめちゃめちゃスタミナ減ってるやんということでぶわれてしまいましたが、でここからオッケー、コスタグルダバっていく。それしで、ここから縦入れての損。いやー無理か。ちょっと待って、サラこれ交代だな、マジか。サラいないとな。ライブレが今テルがいたかどうかだったよね。オッケー、じゃあデヨング、ここパスカットはできない位置にいる。待って、マジか。ソン、あ待って、それまずいな。オッケー、ソン、ちょっと待って、怖いな、マジで怖いな、マジで怖いな、マジで。は？え？え？え？ちょ、いや、え、ブリッツじゃないんですけど、やばくないですか、それは。ずるくない？それ。え、ちょっと待って。え、ブリッツじゃないのにそれはずるくないか。
いや、ブリッツならね、正直100歩譲って、うわ、ブリッツ決められちゃったよとなるよ。え、ブリッツもなくてさ、しかもなんかダブターでさ、めちゃめちゃ遠い位置からさ、チョンって、ゲージダムチョンだよ、あれ、チョン。チョンであんな、飛んでく、あんな綺麗なコースに、しかもあのキック力で。いや、やばすぎだろ。ちょっと、え、ブリッツなんでブリッツ復刻したんだよ、マジで。おい、マジ、もうふざけんなよ。よし、じゃあ、レイニード、後ろ落としてクルトワから、ここのパス交換めっちゃ怖いけど、行くか。じゃあ、オッケー、サリバからグバリ。あ、待って、後ろ戻したらやらかしたか。オッケー、さっきのギリギリ。で、ペドリ落として。待って、ペドリ上がれ。オッケー、じゃあ、ま、もっとペドリ上がっていいよ。もっとペドリ上がっていいよ。お前、2列目じゃないのか。2列、いや、奪われちゃった。いや、スパサブだからな、ペドリ。石川さっきからもね、あんまり動き良くないんですよね。でも、ペドリ結構強いと思うんだけどな。メインショーした時はめっちゃ強かったし、で、ここ奪われちゃうか。来て、オケトップまた頼む、ペドリ上がってこ、来た、ペドリこっからアウトスピン行こうか。来てたよしじゃんいや、これなんすよね。やっぱ、無課金の OC ディビジョン1の道やってて思うんですけども、ちょっと微妙かもなと思った選手が、自分がそういうことを言うと、毎回すぐに見返してくれるんすよ。ということで、ペドリありがとう。いや、マジでナイスゴールでした。いや、今ね、もうさすがにこれ交代しよう。いや、もうこれ最後、何が何でも勝ちます。何が何でも勝ちます。よし、ではラスト10分、やってやりましょうよ。オッケー、そう奪っていく、素晴らしい。じゃあ、後ろ落としてから、そう抜けていきの。いや、さすがに気づいた。いや、でもちょっとね、理不尽なゴールめっちゃ決められたから、守備の人数増やしてもあんまり関係なさそうだけど、ちょっとブリッツ強すぎるもんな、ほんなに。レイニューと頼む。ここは寄せて、クロス上げないの、なんでなんだろう。アーノルドで全然クロス上げないよね。じゃあ、ここは、まあ、オッケー、奪っていく、素晴らしい。レイニューから縦入れていきの、アルセセ。お前ならいける、もうぶち抜いちゃってくださいよ。オッケー、来た、アル先生。もうお前エグすぎ、お前エグすぎ。アル先生革命起こしちゃうよ。で、こっから、おお、めちゃうわ、来た。オッケー、ソン打って、なん、おお、ソン、あ、ソン、ソン、な、何したの、お前何してんの、お前うちのソン君はポンコツです、皆さん。うちのソンはポンコツだわ。で、アル先生が噛みすぎるんだけどな。で、ここのシュートも外していくと、いや、ソン、いや、じゃなくて、ソンじゃねえ、ソンも何してんのって感じだけど、アウルステンスエグいね。あそこからピンポイントクロス上げて、もう決まったと思ったよ。てか、ソン以外なら決めてたね、今ね。やはり、うちのソンはポンコツなんでね、もうしょうがないですけども。いや、試合でもね、そうやって言ってくれたから、そうやって言ったからね、俺が今、活躍してくれんじゃないの、ソンフンミということで、自分のね、ソンの活躍は、次回にもしかし、見事勝利することができました。いや、やばすぎたけどな、あのソンのゴール。お相手さんのさ、ブリッツのソン強すぎるな。本当に。復刻したから、まあ、そっか。復刻したから、これからずっと俺ブリッツ、いっぱいいるかもしれないってこと？嫌すぎるって、それマジか。まあでもね、頑張っていきましょう。あとちょっとなんでね、皆さんご視聴ありがとうございました。これからもこんな風に行くと全力で楽しみながら動画投稿たくさんしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。